皆さんこんばんは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。最近ですね、まあちょっと涼しくなってきたかな、やっと秋らしくなってきたかなと思ってたんですけども、またね真夏日、はい、33度とかね34度とかね、ものすごい暑い日がね続いてるんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあこう暑いとね体調も崩しがちなんですけども、まあまたコロナが流行ってきたりインフルエンザが流行ってきたりとダブルでね、いろいろ流行ってきてるんで、皆さんもね体調に崩さないようにね気をつけてほしいなと思うところであります。まあそれでですね、本日なんですけども、本日はまああの社会問題となっている、まあ、振り込め詐欺、架空請求詐欺とかね、まあそういうのがちょっと社会問題化してるんですけども、まあこの手のメールがですね、まあ、僕もあの YouTube のこの問い合わせ概要欄とかに問い合わせ先として僕メールアドレスを載せてるんで、まあすごい数来るんですよ。もう1日もう100件とかね、すごい数が来たりとかして、まあいくら迷惑フォルダに入れてもね、キリがないぐらいに来ます。はい、その中でも、まあ、某ね、あの某有名選手の名前を名乗ったりとかね、某有名芸能人の名前を名乗ったりとかね、もうこれすごい手の込んで、わーひどいなというようなメールが来るんですけども、まあでもねそういうのちょっとね撃退というかね、まあ、今日はやってみようと思います。はい、まあその中で一通ねちょっと読み上げてみます。はい、お客様が以前登録されたサイトから大会処理が取られていないために料金9000円が発生しております。本通達からご連絡がいただけない場合、お客様の身辺調査に入り、法的な料金回収になりますと。はぁーと。で、この下にはね、ご丁寧に電話番号とかね、載ってるわけなんですけども、はい。これ、僕ね、登録されたサイトっていうか、僕はそんなインターネットでこの何回登録するとかね、有料サイトとかそういうの やったことないんで、登録した場合なんか全く身に覚えがないんですよ。はい。なので、まあこれは明らかに詐欺じゃないかなと思います。まあね、こういうメールが来て引っかかってしまう人って何かしらそういうなんか、まあいろいろまあ、ね、インターネットね、ネットサーフィンとかしてれば、まあこういろんなサイトにもジャンプしてね、行ったりするところがあるんで、何か変なとこ踏んでしまったかなというような思いがある人も結構多いと思うんですよ。まあそれね、絶対気をつけてください。こういうね、詐欺とかありますんで、この手の詐欺がどんなものなのか、はい。ちょっとね真相を確かめるべく、はい、僕そんなね登録した覚えとか全然全くないんでね、はい、普段ねちょっとこんなねサイトインターネットのネットサーフィンとかしてる時間なんてほとんどないんでね、はい、まあこれは明らかに架空請求だということで、これからここにも実際に電話してみて真意のほどを確かめてみたいと思います。それでは行ってみよう。さあ行くぞ。はい、株式会社債券管理部斉藤です。あ、すいません、なんかあのメールが来てたんですけど、はい、なんかあの未納分とかなんとかっていう、これってどういうことなんですかね。あ、かしこまりました。あのお客様お名前をお伺いしてよろしいでしょうか。名前は宮本和志です。あ、宮本様いつもご利用ありがとうございます。はいはい、あの宮本様こちらへのお電話初めてでしょうか。ああ、もちろん初めてです。はい。あ、そうでしたか。でしたらあの今回が初めての料金の未納ということですね。いや、未納っていうか何の料金ですかね。はい、それはですね、あの過去にご利用がありました、はい、有料サイトから。有料サイト。はいはい、大会処理が取られてないために、はいはい、今未納料金9000になるんですけども、はいはい、そちらを振り込みいただくか、はいはい、ペイペイの送金でも対応しております。ペイペイ、はい、いやっていうか、そもそもそういった覚えがないんですけど、有料サイトとかなんとかってインターネットとかそういうのあんまりやらないんで。さようでございますか。なんかサイトにある IT 番号をこちらにいた、はい、もしおっしゃっていただければ。ID? ID って言われても、
いや、全然身に覚えがないんで、いや、はい、わかんないんですけど。おかしいですね。はい。こちらにはもう IP アドレスもいただいてますんで。え？ IP アドレスもいただいてるってどういうことですか？もう IP、こちらからまあ確かにですね、はい、有料サイト、はい、はい、閲覧登録されて、はい、まだ大会処理が取られてないために、え？今急須。僕がそれを登録したってことですか？はい、さようでございます。そんな覚えないんですけど、どういうことですか？はい。それは後からですね、宮本様の方で、はい、はい、お調べいただいて。それを僕の方で調べるんですか？過去に、はい、はい、使ったっていうご記憶ないですか？いや、全く覚えがないですね。こちらには記憶が残っておりますので、はい。はい、今からお振り込み先の口座をですね。いや、記録残ってる、記録残ってるって言っても、全くそんなことやった覚えがないんですけど、どういうことですか、これ。いや、もうこちら記録残ってますので、お支払いは必須となりますよ。いや、必須もなんとしても、別に、使ってないものを払えと言われても、払う必要ないんじゃないですかね。そう申されましてもね、はい、お支払いしていただく必要がありますので。いや、必要がある。しますよ。いやいや、必要があるって言われても、だって使った覚えもないし、登録した覚えもないですよ。え、心当たりあるからこちらに電話いただいたんじゃないんですか？いやいや、心当たりがあるも何も、メールが来たから電話したんですけど。はい、メールが言ってるってことは、はい、確かにお客様の方で有料サイトご利用いただいてることになるんですけども。はぁ、どういうこと、どういう理屈で そうなるんですか？はい、あれですか、これいたずらですか？いたずらでしたらお電話切らさせていただきますよ。いたずらはそっちでしょ。これ俺何のあれもないのに、こうメールが来てそこに電話しろっていうか、電話したらこういう風になってるんですけど、いたずらじゃあそっちでしょ。お支払いいただけない場合はですね、はい、お客様に身辺調査入りますので。身辺調査？はい、はあ、はい、法的な料金、料金の回収となります。はあ、身辺調査をして法的に回収。はい、はあ、どういうことですか、それっていうのは。まあ、IP アドレスからも住所も分かりますので、はい、こちらの担当回収員がご自宅または勤務先に直接回収に伺わせていただきます、はい、自宅か勤務先に来ると、はい、あ、どうぞ来てください。じゃあ来て、まあ、直接話しましょうよ、じゃあ、もしくはこちらから訴訟を起こしますので。訴訟を起こす、はい、民事裁判になります。はい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 。もしご納得いただけなく裁判所に向かって足を運んでいただけないようでしたら、はい、強制執行もあり得ますので。はいはいはい、はい、あらかじめご了承ください。裁判をして強制執行、いいじゃないですか。やったらどうですか。じゃあどんどんこっちは身に覚えのないことをこう言われてるわけであって、そんな、だって、はい、やった覚え、登録した覚えもないし、使った覚えもないですよ。それは担当監修員が伺ったときに、話をゆっくりこちらで証拠の書類、はい、データをお出ししますので、はい、はい、お話ししましょう。まあ、じゃあ、直接話すってことですね、そしたら。はい。ところで、お宅の会社、どちらにあるんですか？これ、なんか住所とか載ってなかったんですけど。はい、それはその身辺調査入った後に、こちらから担当監修員を伺ったときに名刺を渡しますので。はい、はい、いやだってそっちはあれでしょ、俺の方の IP アドレスから身辺調査して、住所から何から知ってて、でそっちは何も名乗らないで、住所も何も名乗らないで、なんかいろいろ言うわけでしょ。それって不公平なんじゃないですか。どういうことなんですかね。いたずらなら電話切らさせていただきますよ。いやいたずらも何も、それはそっちでしょ。こんな身に覚えのないこと、これいろんなとこにこうやって繰り返してるんですか。それはこっちの守秘義務がありますので、いいお伝えすることはできません。守秘義務って、うん、これってもしかして詐欺なんじゃないですか、これ。詐欺？はあ、これ今流行りのなんか振り込め詐欺とか架空請求詐欺なんじゃないんですか、これって。違います？あんたね、いや少しね、口を慎んでください。口迷惑しそうになりますよ。口を慎んでくださいも何も、だってこっちは別に何も身に覚えもないことですよ。うるせんで、あんたよ、はあ、さっきからよ。おう、なんだ、おう、おう、なんだよ、どうしたんだよ。使ったサイトの料金払えって言ってんだよ。払えって言ってんだろ。ずいぶん荒っぽくなりましたね。
どうしたんですか一体。それが本性ですか。お、切れた。切りやがったこれ。しょうもないな。もう一回かけてみましょう。はい。これリダイヤル押せばいいな。よし。こういうのでしつこくやんないとね。なんなんだよ。いやなんかそ電話なのかいたずらなのかどっちなんだよ。いやいやいや、いたずらはそっちでしょ。だからこれは俺は事実関係をはっきりさせたいっていうことでこうして電話しておるわけですよ。そんな急にね荒い口調になられてもこっちが困惑するだけなんですけど、どういうことですかこれ。だからその時担当回収員が伺うので、はあ、話するって言ってんだろ。しつけよ。だからその時っていつですか。お、また切りやがった。これ逃げてるね。これちょっともうあの、あ今言いまくったから多分逃げてる。もう一回かけてやろう、うん、何なんだよお前しつこいな。いやいやいや、な何なんだよ。何も話の途中で切れちゃったんだね。これのどういうことかってはっきりさせたいんですよこっちも。だからこちらから担当回収員がご自宅または勤務先に伺うって言ってるやろ。はあ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 。その時にちゃんとデータを見せて、はあ、これこれね、はあ、あなたが9000円かかったっていうのをその時に証拠出すから、うん、いやいつ来んだよ。え、いつ来んだよ。今から調べてもうすぐ行くよ、うん、お今からじゃすぐ来んだな。じゃあいや今今日はいけねえよ。今日の今日はいけねえけど、調べて、ちゃんとデータ、ちゃんと調べて、何分何秒、サイトどんだけね、閲覧したか、で大会承知されてないわけだから、当然その時に、遅延損害金っていうのも生じてるし、だからこっちも労力使うわけだから、こっちのね、時給も、換算されるから、何やねん。待っとけよ。時給も換算される。あ、それはただで動いてんじゃねえんだから。おお。ああ。どういうことそれ。だってそれがそっちの仕事でしょ別に。それはいや、それはあなたが払わないからこんだけね、うん、金額が加算できてるわけだから今の時点で納料金9000だけど、うん、あなたが払う意思がないって言うんだったらば、うん、それ相当こちら動かないといけないでしょ、うん、それ相当ってどういうことですか。あなたが調べっくれるからずっと、うん、きちんと、うんうん、いついつどのサイトから、うん、ね、うんうん、どのぐらいの時間、うん、閲覧してどのページに何分とどまってるとか、うん、ちゃんと証拠出すから、うん、だから待ってろっつってんの。いやおかしいな。俺知り合いの弁護士に聞いたんだけど、その IP アドレスからそういうの調べるのって裁判所通して結構日にちかかるって聞いたんですけどね。それどういうことですかね。じゃあ日にちかかるかもしれない。じゃあそしたらそんだけ遅延損害金かかるからな。え、じゃあってどういうことなんだって。すぐに行くよってさっき言ったじゃん。なるべくなら急ぐけどもって意味なんでさっきからなんか二転三転して言葉が変わってくるんですけど、どういうことですか。いたずらかこれ。いたずらじゃないですよ。いや、茶化してませんよ。だそちらがだってこうやってかけてこいって言ったわけでしょ、うん、メールで。それはきちんとあなたが有料サイト閲覧してるから支払いをしていただけるものだと思って電話出てるわけ。うん。いやだから使ってないもんだって。うん、だからその証拠は、うん、うん、こっちで今調べるから、調べてデータとして出すから。え、これからじゃあ調べんの？うん、きちんと何分何秒、どのサイトから、うん、どのページに、うん、どれだけね、うんうん、閲覧したかっていうのも。端数まで出して計算するから、うん、だから今の時点で9000だけども、うんうんうん、これから遅延損害金や、ね、うんうん、こっちの手数料も加算でくるから、うん、手数料加算すんだ。おじゃあ 俺がそっちのあなたと会った時も俺の手数料も加算されるわけだな。そしたらそういうことじゃないの。手数料は関係ないだろう。俺の時間も割くわけじゃないですか。それはそれはあなたは債務者だからしょうがないじゃん。こっちは債権者だよ。債務者債権者だって俺使ってないもんそんなの。だからそれは証明するために、うん、証明するために、うんうん、こっちから担当回収員が伺うか、いやでそれでもあなたがね調べくれんだったら、うん、訴訟しますから、
裁判所で話し合いましょうって言ってるの、うん、じゃあ証明するためにって、じゃあ今までは証明されてないままこうやってメールを送ってきたわけなんですか、そういうことでしょ。いや、閲覧してるのは確かなんだけども、うん、どのページ数にね、うん、ページに対してどのぐらいの時間が、ね、うん、あなたが閲覧してたとか、どのページを見てたかとか、うん、そういうのも全部 IP アドレスから計算して、うん、端数まで計算しますよって言ってるだけ。おかしいな、なんか。揚げ足取るのがうまいね。いや、揚げ足取るのがうまいって話の理屈が合ってないわけでしょ、それは。うん、もう、いたずらならいいから。いや、まあ、とりあえず電話切るからな。いや、まだ話の途中でしょ。さっきからよ、ごちゃ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 よ、こっちは商売でやってんだよ。おうおうおう、急に荒くなったな、また。え？おう。なんでそんなに荒くなるわけ？ちゃんとした会社なんでしょ、そっち。うるせえよ。おう、うるせえよ。おう、うるせえよって、だって話してるからうるさいでしょ、それは少しでも。おう。だから、ちゃんとした話し合い、大人の話し合いは。おう。ね、うん、回収員が伺った時から裁判所でしまわしょっつってんの。回収員が伺った時に裁判所でする。あ、もうええわ、もうええわ、もうええわ。お、また切れちゃった。しつこいよ、俺は。うん、はい。暇人か。あ、やることねえのか。なんか急に不良みたいな口調になったんですけど、どうしたんですか、それは。だからはっきりさせましょうよ、そういうのは。だ、はっきりさせるっつってんじゃねえか、あの会社員が伺って、もしくはこっちから訴訟するから、その時は待ってろよ、いつだよそれは。あ、また切りやがった。もうこれ話になんない。でもね、これね、ちゃんと話するまでね、かけてやります。はい、出ないね。もう出ないのか、これ。もしかして。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。留守電になっちゃった。こういうもんか。あー、とんでもないね、これはね。あー、ちょっとね、こういうやつはね、本当にね、まあ、成敗しないとダメですね、これ。社会のダニというか、クズというかね。うん。まあ、実際にこれね、使った覚えとか、僕ね、そのネットサーフィンとかあんまりやらないんで、まあ、ないですね。はい。登録した覚えもないし、利用した覚えもないんで、明らかな架空請求、振り込め詐欺ですね。こういうね、ちょっとやっぱりその、身に覚えのあるようなね、まあ、今の人はインターネットね、いろいろ使いますんで、まあ、ちょっと変なとこ踏んじゃったかなとか思って、そこで、ね、9000といえどね、払ってしまうとかね、その少額といえどね、9000とか1万円とか1万5000とかね、そんなもんでも払ってしまうようなことは絶対にやめてください。はい。この手の詐欺メールとかね、詐欺被害は今すっごい山のように多いらしいです。はい。なんで絶対この手のメールが来ても、その話は乗らない。で、今みたいに、僕みたいにこうやって今、まあ僕はね、絶対それに乗らないっていう自信があったんで電話しましたけども、これを実際に電話をかけたり、ね、そこの URL をクリックしたりは絶対にダメです。NG です。ダメ。ね。絶対にやめてください。はい。架空請求詐欺ね。振り込め詐欺。これね、ほんと社会問題化してますけども、絶対にダメです。こいつね、こんなことを言ってるけどね、まあ、IP アドレスかどうのこの、住所かどうしどうのこの、身辺調査かどうのこの言ってましたけども、まあ来るなら来いやとね、思ったんです。まあ僕何も悪いことしてませんので、まあ堂々とします。はい。まあ、来るなら来るでね、別に直接対決してね、まあそれがどんな人物であろうとね、架空請求詐欺のね、には負けませんのでね、ね、はい、来るなら来てくださいと。思ってます。はい。だから僕もね、本名も名乗りましたしね、電話番号も通知してかけました。はい。まあ皆さんはね、絶対こうやって、振り込め詐欺になど、振り込め詐欺とか架空請求詐欺には絶対に会わないようにしてください。それと、メールが来たら、絶対開けない。封を開けない。ね、メールを開かない。URL はクリックしない。こちらに連絡をくださいって言われてる番号が載ってても、そこには絶対にかけない。ね、それは絶対徹底してください。はい。本日はですね、この手のメールはやたらと来るということで、架空請求詐欺の、はい、実際に電話してみました。はい。
まだまだ暑い日が続きますけどね、皆さんお体に気をつけて、はい、元気でお過ごしください。それではごきげんよう。